イットリウム、鉄、ガーネット、略称、イグとは、イットリウムと鉄の複合酸化物からなる、ガーネット構造の結晶である。フェリジ性化合物であり、キュリー温度は560ケルビンである。イグは、イットリウムフェライトガーネット、イットリウム鉄酸化物、鉄イットリウム酸化物などともいい。五二者の呼び方は通常は、粉末形態で用いられる。自然界には存在しない。 人工物で、主に固体レーザーの発信用媒質として、結晶製造時に他の元素をドープして、結晶構造内のイットリウムのうち数パーセントを置き換えたものが用いられる。磁気工学効果を有するフェリ磁性材料で5個の鉄イオンが2個の8面体部位及び3個の4面体部位を占め、イットリウムイオンは不規則な立方体中の8個の酸素イオンによって配位されている。 二箇所の八面対位置の鉄イオンは異なるスピンを持ち、これが磁気特性となって現れる。軌道類元素を特定の位置に配置すると興味深い磁気特性が得られる。イグは高いベルデ定数を持ち、このためにファラで効果が現れ、マイクロ波の周波数に対して高い窮地を持ち、1200ナノメートルまでの波長の赤外線の吸収率が低く。 電子スピン共鳴においてとても小さなスペクトル線広がりを持つ。こうした特徴が超伝導体における磁気工学イメージングに有用となる。イグはマイクロ波工学、音響学、工学、磁気工学といった用途がある。マイクロ波、イグフィルター、音響送信機、音響トランスデューサーなどである。600ナノメートル以上の波長の光には透明である。 ファラデー回転子における個体レーザー、データストレージ、様々な非線形工学用途にも用いられる。ありがとうございます。